この動画では専門学校と大学の違いについて説明します。専門学校について説明します。専門学校は普通2年間通います。中には3年間のコースや1年間だけのコースもありますが、基本的には2年間です。専門学校を卒業すると、 専門誌という学位がもらえます。これは専門的な知識や技術を持っていることを表すものです。1年間のコースを卒業しても専門誌はもらえません。専門学校を受験するには高校卒業以上の学歴が必要です。基本的には高校卒業までに12年間勉強していることが求められるので、 12年未満の人は先生に相談してください。専門学校ではその専門分野で仕事をするための知識や技術を学びます。実習やインターンなども多く、プロフェッショナルになるための勉強をします。卒業後はその専門分野での仕事に就きます。専門分野以外の職業に就くことは、 基本的にできません。大学について説明します。大学は普通4年間通います。医学部や薬学部など6年間の学部もありますが、基本的には4年間です。大学を卒業すると、学士という学位がもらえます。これは世界のどこでも通用します。大学を受験するには、 高校卒業以上の学歴が必要です基本的には高校卒業までに12年間勉強していることが求められるので12年未満の人は先生に相談してください大学では自分の学部学科の専門分野のことだけではなくいろいろな授業を受けることができ広く知識を学ぶことができますですから 卒業後は自分の専門分野はもちろん、それを中心にいろいろな仕事に就くチャンスがあります。専門学校に入るためには JLPT の N2、EJU の日本語200点以上ぐらいの日本語力が必要です。中には N3 以上でも入れる学校はありますが、入学後、 専門学校の授業を理解するには N2 ぐらいの日本語力が必要です。テストは EJU は必要ありません。専門学校のテストは学校独自のテストが多く、日本語と面接のテストをします。また、学校によっては数学や英語のテストをするところもあります。 大学に入るためには JLPT の N に EJU の日本語250点以上ぐらいの日本語力が必要です。テストとして EJU が必要な大学は多いです。日本語の他にどんな科目が必要かは大学や学部によって違いますからよく調べましょう。また EJU の他に大学独自のテストをするところも多いです。 大学によっては TOFL、e、や IELTS など英語の試験のスコアを求めるところもあります。そして最後にとても大切なのは面接試験です。最近は筆記テストの点数だけではなく、面接試験を重視する大学が多くなってきました。きちんと日本語でコミュニケーションできる力をつけておくことが大切です。 ここに書かれている学費は、日本人の学生が1年目に払う学費の平均です。この金額には入学金が含まれているので、2年目以降は少し安くなります。学費は専門の分野によって、また同じ分野でも学校によって違います。留学生は日本人より少し安くなることがあるので、条件などをよく調べるようにしましょう。 ここに書かれている学費は日本人の学生が1年目に払う学費の平均です。この金額には入学金が含まれているので2年目以降は少し安くなります。私立大学は大学、学部、学科によって学費が違います。また、留学生は日本人より少し安くなることがあるので条件などをよく調べるようにしましょう。 専門学校と大学の違いですが、専門学校は2年間という短い時間で、仕事に直接結びつく専門知識や技術を身につけるための学校です。ですから、専門分野のことだけ勉強し、就職もその分野に限られます。大学は4年間かけて幅広くいろいろなことを勉強するので、卒業後の進路は広く選べます。